が大好きなのよ。で歌ってくださいね、はい、楽しみに聴いてるわ、はい、カステラとともに。パンを焼く、パンを焼くのもいいけど CD を売って、
なんかしら。もうね、私久美さんのことが一番大好き。ありがとう、嬉しいです。大きいものくれたから。起きたが重要。起きたが重要。え、何、来年が何？100キロ走って。来年100キロ？あ、頑張ります。一緒に走るの、うん、100キロ死んじゃうよ私。そんなでも走れそうにないでしょこれ。今日なんかあの普段パン屋さんでパンを焼いてるんですって。はい、はい、もう大好きなのよ。あ、そうですよね。そうそう、あなたの好きなパンが、ね、もう愛されてるみたいな。そう、いや、あなたよりパンが好きかな。でもなんかそれにちなんでラジオ番組やってるんですって。はい、あの TT の焼きたてで焼きたてミュージックベーカリーっていう番組をレディオバードさんでやらせていただいてます。ねえ、ちょっとこちらの方も皆さん、まあ、芸能界切り張りほどは人気ない番組ですけど、残念ながら、ね、そんなことない。皆さんも聞いてあげてください。はい、よろしくお願いします。次の曲は何でしょうか。はい、今日はね、やっぱり椎名さん最後ということでね、椎名さんに捧げる曲をね、歌いたいと思います。あー、ドキドキしちゃう。何が来るのかしら。サラさんにもね。なるほどね。なんでサラさん、皆さんサラさんはもう何、掃除されるんでしょ。ね、じゃあ次をお願いいたします。はい、はい、お願いします。
1枚もご祝儀入らなかったじゃないの、ちょっと DT さん代わりに入れて。何よりもね、心ですよね。相変わらずあの綺麗な目方するのね、ほんとこんなこと言った後に金出しなさいって言えないじゃないの、もうね、お金よりも心。そう、わかりました。お金より今度じゃパンを代わりに買いに来てくださいね。買いに買いに、わかったわ、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。